はい、こんにちは。山形県の塩田養鯉場です。今日はね、北海道の、室蘭に来てみました。で、たまたま通りかかったところに水族館があったので、室蘭水族館、私立の水族館みたいなんですけども、まだね、夕方、5時に閉館らしいんですけど、ギリギリね、間に合って入館することできました。観覧車もある。動いてないけど、メリーゴーランドとかもあるんだ。ここは、あれだ、ペンギンだ。フンボルトペンギン、かわいい。ここは、いますね。アザラシかな、ゴマフアザラシとかかな、これ。アザラシ、こいつはあれだな、アザラシ。何のアザラシだろう、これ。名前は、コアちゃん、14歳、16歳。ゴマフアザラシ。ゼニマタアザラシ。ゼニマタアザラシって言うのか。キクジロウって。キクジロウ、タケシ。キクタケシのやつか。キクジロウ。来た。これ、キクジロウかな。あそこで何かやってる。休んでんのか。あれ、こいつ何やってんの。イナバウアしてる。あっちも同じことしてる。これ何か意味あんの。何してるんですか。すいません。何してるんですか、これ。何かしてるんですか。こんにちは。何か喋ってる。こんにちは。すいません。あっちも同じことしてるな。あっちは何か温泉に使ってる感じ。いい湯ですか。あれ、いい湯ですか。何してるんですか、それは。いや、何してるんですか。気づいたけど、あっち、なんか温泉に使ってんのかな。温泉に使ってんのかな。あったかいですか。でも同じことしてるさ。なんか意味あんの。あ、帰ってる、かわいい。ポリポリしてる。なんかすごいいい温泉に入ってる気分。登別の温泉に入ってる感じかな。こっちもなんかほら、すごい温まってる感じ。温泉でほら、すごいいい湯だなって感じの温泉。なんか時間がゆったりしてる。あ、見た。じゃあ今度あちらの水族館の中に入ってみたいと思います。ここが室蘭の水族館、電気ウナギ。電気ウナギですね。電気ウナギってね、どこにの水族館にもいますね。はい、こんな感じで。わ、これはメバルじゃなくてソイだな。ソイは釣りでね、結構釣れますね。なんだろう、何のソイだろう。黒ソイとか、あとそこにはアイナメとかいるんだな。あとは、わ、綺麗。ボタンエビ美味しそうですね。ボタンエビじゃねえな、なんだろう、なんかのエビ。うまそうなエビ。北海エビっていうのかな。あとは人手の群衆。あとなんかヤブカリ。ソイちゃん、うわ、ソイちゃんすごいね。マゾイだったりキツネメバル。なんかソイとね、キツネメバル、なんか違いがよくわかんないです。いろいろタイだったり、サメ系。サメもね、美味しいやつ美味しいですからね。刺身で食うと美味しいですね。うわー、これでかい。油坊主だな、これ。すごい油坊主。こんなの釣ってみたいですね。すごい引きだ。
30キロくらいかな。錦鯉もねこのぐらいの大きさになるんですけど、まあ25キロぐらいかな。でも25キロから25キロぐらいですね。こんぐらいの油坊主だったらもっとね50キロとか油坊主なるやつなると思うので、でもでかいですね油坊主。すごい油坊主は、これ美味しいやつ、絶対美味しいやつだ。タラバ、タラのところにいるタラバ、タラはいっぱいいますね。タラ釣るの好きなんでね、12月ぐらいになったらあの太刀入って美味しくなるっすよね。タラバ大好きっす。タラも食いたい。タラバうまそう。これはうまそう。イソギンチャクかな、なんだろう、貝みたいな。これはホッケですね。ホッケいっぱいいるな。ホッケはこれ美味しいやつだ、絶対美味しいやつ。あ、オオカミウオですね、これ。オオカミウオ、これは何だろう、ちょっとよく分かんない。カジカ系にフサギンポ、トゲカジカ、スケソウダラだね。スケソウダラ、あーこれ面白い。これもう美味しいやつは水ダコだ。水ダコ、クラゲ系。さて2階行ってみますか。2階には何かいるかな。いましたね、2階に来たら。2階に来たらやっぱりいた。錦鯉、ヒレナガの錦鯉ですね。うわー綺麗、ヒレナガの錦鯉ですね。ヒレが長いです。このあれも長い、ヒゲも長い。やっぱライト当てて水槽で飼うと綺麗ですね。なかなかね水槽まで手が回らないので、水槽飼育ってまあ本格的にはやってないんですけど、小さい鯉をね水槽飼育のようだっていうことでね売ってます。2歳とかになっててもね小さいんですよね。でやっぱりあの大きくしないで水槽で飼ってると、まあそこで成長が止まって、まあ大きくならないというか、水槽よりもね大きくならないですし、こうやってね水槽で飼うと綺麗ですね。まあ大きいやつをね1本水槽で飼ってもらってもいいですね。まああとは何本かね入れて、小さいやつをねいっぱい入れてねカラフルにしても、まあ錦鯉の場合は綺麗ですし、かわいい顔してる、うん、ちょっと目がね飛び出してて、最初からこうかな、調子が悪いっていうわけじゃなさそうですけど、うん、髭も長くてねおじさんみたいです。おじさんの鯉、やっぱライトの当て方によっては綺麗に見えますね。こういう風な感じのなんかブルーのかかったライト、これ綺麗ですね、うん。